三次元の回転ラダーによる機体の振り向け。要因具は、変、要、または、変装と呼ばれる現象や状態。乗り物など前後、左右、上下が決まった物体が、上下を軸として回転すること。要とも呼ばれる。これに対して、左右を軸にした回転はピッチング、または、ピッチ、前後を軸にした回転はローリング、またはロールである。要因具は、主に、 航空機、自動車、船舶、鉄道車両やナセルについて言うことが多い。飛行機が、要因具を制御するには、方向打を使う。ただし、ラダーのみで旋回を行った場合は、横滑りの危険が生じる。実際に飛行機が旋回を行う場合は、旋回方向へのローリング、そして機体が傾いた状態からはピッチングを合わせて、行うのが通常である。 そのため飛行機の旋回においては、ローリング、ヨーイング、ピッチングの3動作がすべて関わることになる。船舶では、水圧の差異や切烈な操打によって生じる選手揺れを、言う。鉄道車両のヨーイングについては多行動を参照。変装は、本来の進路や航路から外れて進むことを言う。ありがとうございます。